よくいらっしゃいました、マスター。ええ、その通りです。本日はバレンタインデーでしょう。と言っても、心配はしておりません。マスターはこれまで、サーヴァントに対して心を砕いてこられた。チョコや贈り物をもらえない、などとは考えておりません。であるならば、私は私にできる贈り物をしたいと考えまして、先に申し上げた通り、用意はできていますか？よろしい。それでは戦闘シミュレート開始します。霊槍はこちら、そして召喚するサーヴァントはこの3機、私のサーヴァントはこの3機とします。想定ですが、許されるミスは3点。では早速始めますか。いい気合です。では行きますよ。ここまでですね。お疲れ様でした。ええ、あなたのミスは3点。これならば許容範囲と呼べるでしょう。ともあれ、勝敗は時の運。失策は理想的には3手ですが、4手でも十分でしょう。そもそも前提条件として、あなたには不利なサーヴァントを指定させてもらいました。クラスだけではなく、サーヴァントそのものの特性としてです。例えばここは丘陵地、いくら気配遮断を使おうとも、アサシンには不利なシチュエーション。あなたの手持ちには強力なアサシンが1機いましたが、その実力を思うように発揮できませんでしたね。そう、あのアサシンは都市区域でこそ力を発揮します。向こうに見える町に向かえば、ミスが1手消えていたことになります。冷静に広い視野を持って、そしてその一歩を踏み出しなさい。世に倒せぬ相手はなく、隙のない存在などいません。たとえそれがどれほど強大な概念であっても、牙を突き立てることはできる。以上があなたに教えられること。私の贈り物ですよ、マスター。いえいえ、この程度しか送れませんが。おや、これはこれは嬉しい不意打ちですね。ありがとうございます。謹んで食べさせていただきます。それではそろそろ帰還しましょうか。